まずスネークの任務に着目して整理していきましょう。任務は2つありましたが、上の人質の話ではなく下のテロリストの核発射能力の調査という任務について見ていきましょう。核兵器廃棄場がテロリストに占拠されたので核弾頭が渡っているとすると、すでに核発射能力あるんじゃないのと思う人もいたかもしれません。ですが核弾頭にはですね、安全対策が施してあるので通常では起爆できない状態になっています。これを起爆できる状態にしないと使えないんですね。私たちの実世界の核発射までの手順はとてつもない量があるんですけど、今回メタルギアソリッドの話の中で重要なポイントだけ触れていきます。今回起爆できる状態にするには起爆コードというものを入力する必要があります。起爆コードを入力すると起爆できる状態に変化します。またこの状態で再度起爆コードを入力すると起爆できない状態に戻すことができるというのが安全対策になります。これがパルと呼ばれるものですね。ではこの起爆コードというものが何なのかというと、2種類の鍵になります。デジタルの鍵とハード物質上の鍵です。デジタルの鍵は今までムービーで多く語られていたダーパ局長とベイカー社長がそれぞれ知っている2つの暗号になります。この2つが揃わないと鍵として成り立ちません。そしてもう一つが、今回ベイカー社長が死ぬ前に話してくれたパルキーという鍵になります。上のデジタルの鍵の方は2人の話を整理していくと、本来人質の頭の中にある情報なので盗み取ることは難しいのですが、フォックスハウンドにはサイコマンティスというリーディング能力を持つ超能力者がいるので頭の中を読まれてしまうんですね。そのためダーパ局長はその力に読まれてしまったと語っていました。しかしベイカー社長は精神防壁という精神手術により読まれませんでした。読まれなかったものの、もう一人のフォックスハウンドのリボルバーオセロットの拷問により、まあ足も折られてしまったのでとうとう喋ってしまいました。ダーパ局長にも精神防壁があるはずだがという食い違う証言がありましたが、最悪の場合2つの暗号がテロリストに渡ったということになるので、かなり危ない状態だということがわかります。そのためスネークのやることが以下の2つに変化しました。もう一つの鍵であるパルキーを入手すること、入手できない場合を想定しメタルギアの破壊方法を突き止めることです。もう一つのパルキーを入手することができれば、テロリストが起爆コードを入力した後に再度入力することで起爆できない状態に戻すことができます。このパルキーに関してはケネス・ベイカーの証言により一緒に戦った女兵士が持っているようです。コンタクトを取るには女兵士の無線周波数を手に入れる必要があります。そしてそれができない場合ですね、核弾頭だけでもかなり危ないものなんですが、それを発射するための兵器が必要になります。その核弾頭を発射するための兵器がスネークと因縁のある核搭載歩行戦車メタルギアになるので、それを破壊するしかないということになりました。メタルギアの破壊方法は開発者であるハル・エメリヒ博士が知っているはずだということで、この建物の北にある核兵器貯蔵庫にいますので、そこに向かっていくということになります。なので現時点の最終的な目標としては、パルキーを持っている女兵士メリルと接触すること、メタルギアの破壊方法を知るハル・エメリヒ博士に接触することになります。はい、こんな感じでまとめてみたんですが、わかりますでしょうか。はい、自分が初めてプレイした時はですね、パルとか起爆コード3つのパルキーっていうのが頭の中で整理できないまま進めてたので、よく分からなかったところが実際多かったです。他にも説明とか解説してほしい内容がありましたらコメントいただければと思います。それではいつもの天狗パートに戻ります。